ヤッピー、37週と6日目、今日はね、呼吸法、陣痛最中に呼吸をすればいいんだろうっていろいろこう調べたんですよ。知り合いの先輩ママさんにすごいおすすめされたのが、とにかく痛いはもう痛いんだって、みんな痛いから、とにかくジタバタせずに、もうね、ゆっくり、イメージは糸のように細い呼吸をこうふーってゆっくり長く、糸をイメージしてゆっくり長くするとすごくいいって。そしたら結構ブログのコメントとかにもそんなようなこと書いてありまして、遠くにぶら下がってる風鈴を長い息で揺らすようなイメージで遠くに呼吸をするとすごく楽ですって。でちなみにこうやっぱり痛い騒いだりとか、痛いって口にしたりすると、この体がこう緊張したりとか、賛同がこうグッと締まって赤ちゃんがなかなか出にくくなるので、ここはもう、みんな痛いのから騒がずに、ジタバタせずに、ゆっくりこの細長い糸のような呼吸をするといいという情報を得たので、私はその呼吸でいこうと思います。あと、なんか目をつぶると痛い世界に入っちゃうので、必ず目を開けて呼吸をする方がいいっていうですね。なんかそう、やっぱりこうパニックっちゃって、なんかいろいろ考えてたけどできなかったみたいな体験談結構聞くんですけど、なので寝る時にものすごい、その糸の呼吸っていう勝手につけたけど、糸の呼吸っていうのをして眠りについてます。イメージトレーニングですね。はい、予定日まであと15日。シャキーン、おったまげ、やっぴー、38週目です。あと出産まで2週間になりました。もういつ出てきてもおかしくないです。むしろあと2週間もここにステイ用水できるのかっていう、母は問いたいぐらい、もう吐き切れそうです。実践しようと思っていることがあって、その本がこちらなんですけど、赤ちゃんがすぐに泣き止むぐっすり寝てくれる本というですね、ベルトで使ってるトコちゃんベルトの作った信子さんっていう方が書かれてる本なんですけど、これはもう先輩ママにすごいいいよとおすすめされた本で、で要は赤ちゃんはですね、胎児の頃に過ごした環境に近い状態になると、まあ、心も体も穏やかになって落ち着いてよく寝てくれるっていうことらしいんですね。内臓や神経とか免疫とか寝てる間に育つので、健康で元気な赤ちゃんに育つよっていうようなことが書いてあります。これでよく寝る、泣かない赤ちゃんになる、まん丸になるだけでスーッと落ち着くとか、まん丸抱っこ&まん丸年齢の実践編ですね。これ赤ちゃんが喜ぶ成長を促す遊びと体のケアとか、まあ、いろんなことが書いてあるんですけど、赤ちゃんが寝るベッドもこの本に基づいた、ちょっとこう平らではないくぼんでいるようなものを、それをちょっと出産祝いにいただいたんですけど、試してみようかなと思ってます。14日、やっぴー、38週と1日目ちょっとトライしたけどできなかったこと、永遠マッサージ。遠因とはですね、女性の大事なところですよ、のこの外陰部と肛門の間の部分、この赤ちゃんが生まれてくる際にその部分がこう伸びて赤ちゃんが出やすくなるという大事なこう部分なんですよね。硬かったりとか伸びが悪いと切開したりだとか切れたりとかするんですってね。個人差にもよるんですって。でしかもそんな痛みよりね、お産のこの陣痛の痛みの方が痛くて、いつの間にかもうその切って縫ってて、いつの間にか終わってたよっていう人もいれば、もうとにかく痛かった、その産後お世話する時にもう痛くて別に座れなかったみたいな人もいて、なので自分でオイルだとかでマッサージしといた方がいいよっていう助産師さんから言われたりとか、ネットとか見たりそういう情報結構あるんですけど、やったんだけどむずすぎてちょっとできなかったですね。なんかうまいこと、体がめちゃくちゃ硬いっていうのもあるけど、なのでなんかそれだけはやってない、まあ避けても切れても何してももう受け止めようという気持ちでおります。はい、あと13日、ぶっ飛び、やっぴー、38週と2日目です。最後のこの
の変化、こういう体の追い込み的な B 地区がね、もう痛いんだよね。安定期過ぎるまではあんまりこうマッサージとかちょっとそういうケアしない方がいいっていうのを聞いたんで、7ヶ月ぐらいから胸のねケアをしようと思って、割とリンパマッサージには通ってたんですよ最近まで。なんですけど、やっぱりこのねトップのねこの B 地区がどうもやっぱり痛くて、でまあ冬なんでね寒いんで、お風呂の中で温かい状態でやっててもやっぱり硬くてね痛いんですよ。でそれをよくほぐした方がいいとかって書いてあるんだけど、本当通るのかなって感じはすごいしてて心配ですね。柔らかい人っているの？ずっと柔らかかったよっていう人で、生まれてから柔らかくなるの？これ硬いままなのかな、本当にそれ謎。もう B 地区のケアっていうのもみんなどうしてんだろうっていう、まあ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 、でもうん、ついてるだけマシか。取れて痛いとかじゃないからね、ついてるだけマシだね。はい、あと12日です。やっぴーやっぴー、38週と3日目です。今日はですね、マタニティワンピースを紹介したいと思います。こちらです。ビリーナさんのワンピースですね。どうでしょうか。特殊なですね、起毛加工っていうのをしているので、とにかくあったかい。そしてもちろんね、マタニティですから、ここからこうパッて開けて授乳できますね。こちらも両方もちゃんと授乳するチャックありますし、ポケットもついている。ポケットのこの中のこの色味とか素材も可愛いなって思うし、このボードネックにですね、この身体のこのラインをこう拾わない感じとか、とにかくこう毛布をこう羽織ってるようなあったかさなんですよね。でちょっとまあデロワ調の感じで、私も結構こういうなんか肌の色がすごくちょっと綺麗に見えるなという感じもしますね。で私あのこういう無地の時は割と頭にこういうバンダナみたいな巻いてます。これはエルメスのツイリーですかね。柄物を持ってくるとなんかすごい可愛いなと思って、丈の長さがだいたい膝と足首の間ぐらいですね。私身長162センチ、今体重が72キロぐらいかな。とにかく妊婦は冷やしちゃいけないので完璧ですね。これは産後このワンピース1個あれば無敵な温かさっていう感じをします。すごく着やすくて動きやすいです。ありがとうございます、ビリーナさんです。なんか他にもすごい素敵なお洋服たくさんあったので、サイトチェックしてみてください。予定日まで11日。